こんにちは、たくみです。今回はまさかのこの子に奇跡的に会えました。コロちゃんです。 Thank you。 So Here you go。 Right? Okay。 And I'm okay。ということで、シーラちゃんの初めての夜、晩ご飯を食べに来てます。こんなところですね。道沿いなんですけど、すごいいい雰囲気のレストランですね。そしてポンちゃん、めちゃめちゃ可愛いです。 Thank you for coming な。めちゃめちゃ辛いものを食べて今辛そうにしてます。そして頼んだのこれですね、牡蠣を頼んでますね。めちゃめちゃ美味しそうです。このお店味もいいんですけど、値段安いですね。これ小ぶりの牡蠣なんですけど、これで130バーツ、だいたい520円ぐらいですかね。そしてこういう添え付けのものもついてきてます。あとこのタレなんですが、めちゃめちゃ美味しいですね。レモンが入ってるんですけど、レモンの辛いソースですね。お酒は飲んでないんですけど、もっと合うのがこの美女です。はい、ということで、こんなビーチ沿いのカフェに来てます。シーラちゃん初めての海ですね。そしてサンセット、今日ちょっと雲こんな感じで出てるんですけど、いい感じです。そしてここのレストランの名前、ハイドアウトカフェと言いますね。こんな感じで外の席もこんな感じであったり、リラックスして、くつろげる感じですね。そして何より、めちゃめちゃいい席を取れました。もう目の前ですね。シーラちゃん、ちっちゃい船とかがいっぱいあって、雰囲気もすごいいいですね。こんな感じです。そしてやってきたご飯、こんな感じですね。スズキの唐揚げに、そしてポンちゃん、こんなの頼んでます。エビですね。口を洗いたい。口洗いたい。洗いたい。はい、ということで、このエビをポンちゃんに試し食いしてもらいます。めちゃめちゃ美味しそうですね。タイスタイルなんですかね。こんな感じでディップしてますね。緑のソースディップしてます。という感じで、サンセットデートめちゃめちゃ雰囲気がありますね。ご飯も美味しそうです。食べていきましょう。ということで、恒例のネイルに来てます。ポンちゃんする前にまず綺麗になりたいということで、こんなお店に来ています。めちゃめちゃ清潔感がありますね。そしてここアタラモールの目の前ですね。あっちには日系のデパートのアタラモールが見えます。はい、ということで、ネイル完成したんですけど、こんな感じですね。今回のネイル、めちゃめちゃ可愛いですね。いろいろデコってくれてますね。いい感じで可愛くなってきてました。それでは行ってみましょう。今、公園に来てるんですけど、ポンちゃんが猿に襲われてましたね。この猿ですね。この猿、だいぶ頭いいみたいです。人のことがちょっと理解してますね。完全に物理的に物だけを狙ってきてるんじゃなくて、僕とポンちゃんの会話を聞いて、ポンちゃんがちょっと上に登ったんですけど、そんなとこ危ないよと言って、ポンちゃんがひるんだ隙に、その動きを逃さずついてきましたね。そして今また危険な行動に出ています。ポンちゃんが母親猿の子供を追いかけようとしてます。とても危険ですね。ポン
my my ma and baby dangerous dog ということで、ボンちゃんだいぶ不安に駆られてて、ちょっと追いかけられてたんですけど、すごい楽しそうに来てますね、はい、ということで公園に来てるんですけど、ボンとライですわね、こんなので遊んでますね。やっぱり田舎にはこういうのないのか、こういう新しいものを見るとはしゃぎますね。そして猿なんですが、こっちにいますね。Be careful ね。Yes。ワンタイ。そしてこんなの試そうとしてます。ねえ。すごい。見たい見たい。シーラちゃん、めちゃめちゃ猿がいますね。公園にこんな感じでいます。果物なんか食べてますね。なんでしょうか。マンゴーですかね。家のキーなどから出してるのかもしれません。あ、これですね。今ポンちゃんが発見したんですけど、あ、これマンゴーを取ってます。マモン。はい。マモン。リン。リン。あ、リン。猿公園デートですね。猿の間でいろんな争いも起きてたりします。そしてすぐ横もこんな感じで高層ビルとか建ってる公園ですね。すごいいい雰囲気ですね。やっぱ公園でデートもすごいいいですね。夕焼けなんですけど今こんな感じです。はい、そして今階段を登ってるんですけど、めちゃめちゃ長い階段ですね。こんな感じでだいぶあります。もうそしてすでに登ってきてます。ここの公園めちゃめちゃ景色がいい感じですね。こんな感じであっち海とかも見えてて、うん、海こっちも見えてますね。ちょっと映像では分かりにくいかもしれませんね。ということで今こんなところに来てます。めちゃめちゃ景色がいいですね。もう360度海ですね。そしてこんなのもありますね。フォトスポットですね、うん、いいですね。そして、うん、今サンセットの時間帯ですね、うん、このこと毎日のように海に来てます。すごい楽しいです。そして後ろもめちゃめちゃ綺麗です。こんな感じですね。ここのノボテルホテルの横、一般道になっててここまで来れますね。人を全然知らないのか、全くいません。というか多分シーラちゃんもこの辺りパタヤもなんですけど、こういうスポット無限にあるんじゃないですかね。めちゃめちゃ綺麗です。はい、そしてサンセットの時間がやってきました。こんな感じですね。全くここ人が来ないので2人でかなりチルできてますね、うん、すごいいい感じです。そして夕日に照らされたこのビジョンです。そして何より、うん、ちょっと今日の夕日異常に綺麗ですね。こんな感じです。そしてあっちに見えてるのがシーちゃん島ですね。ぼんやりと見えています、うん、ここ本当にいい雰囲気ですね。こんな感じでライトアップもされてます。ちょっと映像じゃ点滅してるかもしれないんですけど、普通に見た目すごい綺麗です。ここカップル用じゃないんですかね。椅子とかもこんな感じでありますね。でも僕たちはすごいゲットなので、もう下でくつろいで宴会を始めてます。はい、ということで夕暮れの時間帯になったんですけど、続々カップルとか来てますね。サンセットを撮りに来てます。いや、めちゃめちゃいい絵になってます。シーちゃん島に到着しました。細い道を爆走してます。